こんにちは、ダイレクトナイスタジオの広島です。今回はメジャーコードの覚え方のパート2、シャープフラット系をやってみたいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。まずこのパート1でやったシャープフラットがつかないコードですね、これを、ちゃんと頭と手で覚えた状態でこのフラット系に臨んでみてください。それではやっていきましょう。まずは D フラット、このコードからいきましょう。これは C シャープと同じコードになります。それではまず最初のルートサードフィフス、これは D フラット、そして F、A フラットになります。親指、中指、小指、これで押さえましょう。そして次のサードフィフスルート、これは親指、そして人差し指、小指で押さえましょう。そして最後のフィフスルートサード、これは親指、中指、小指で押さえておきましょう。これが、D フラットのコードになります。ではこれもバッキングに合わせながらやっていきましょう。まずはルートサードフィフス、次はサードフィフスルート、次はフィフスルートサード、これができたら今度は展開をしていきましょう。はい、どうでしょうか。ちょっとフラットになると黒鍵が出ていくので混乱しやすいんですけれども、どんどん覚えていきましょう。それでは次は E フラットコードをやりましょう。 D シャープと同じコードになります。まずルートサードフィフスからいきましょう。 E フラット、そして G、 B フラット、親指、中指、小指でいきましょう。そしてサードフィフスルート、これは親指、人差し指、そして小指、そしてフィフスルートサード、これは親指、中指、小指でいきましょう。それではバッキングに合わせながらやっていきましょう。まずはルートサードフィフス、サードフィフスルート、次はフィフスルートサード、これができたら今度展開系。なるべく音楽的にできるようにしていくといいと思います。はい、E フラットコードはこの形になります。それでは次は G フラットコードをやりましょう。これは F シャープと同じコードになります。最初のルートサードフィフスから見ていきましょう。 G フラット親指、そして次 B フラット、これを中指、そして D フラット、これを小指、そして次のサードフィフスルート、これは親指、人差し指、そして小指で対応しましょう。そしてフィフスルートサード、これをいってみましょう。これは親指、中指、そして小指になります。これができたらまたバッキングに合わせてどんどん弾いていきましょう。まずはルートサードフィフスからいきましょう。
はサードフィフスルート、そしてフィフスルートサード。今回は黒鍵3つなので覚えやすいと思います。それでは展開をさせていきましょう。このようになります。それでは次は A フラットコードをやっていきましょう。まずはルート、サード、フィフスからいきましょう。これは A フラット、C、そして E フラットです。ここは親指、人差し指、中指、もしくは親指、中指、小指、これでもいいと思います。その辺は、自由にやってみてください。そして次サード、フィフス、ルート、ここでは親、人、小指を使っています。そしてフィフス、ルート、サード、ここでは親指、中指、小指を使っています。それではバッキングに合わせて演奏していきましょう。まずはルート、サード、フィフスからいきましょう。そしてサード、フィフス、ルート、そしてフィフスルートサード、それでは展開させていきます。はい、このようになります。それでは、最後に B フラットをやっていきましょう。 B フラットのルート、サード、フィフスから見ていきます。 B フラット、そして D、F、 親指、中指、小指で対応します。そしてサード、フィフス、ルート、 D、F、B フラット、これは親、人、小指で対応します。そしてフィフス、ルート、サード、これは親、中、小指で対応します。これはB コードの時を思い出してもらうと分かりやすいんですが、 B に1つに対してシャープ2つ、黒鍵2つだったのに対して今度は半音下がっているので、ここ自体が黒鍵なので、あと2つは白になると。まるでオセロみたいな感じですけど、 B は白一つに黒二つ、そして B フラットは黒一つに白二つ、というふうに覚えてもいいかもしれません。それではバッキングに合わせてやっていきましょう。まずはルート、サード、フィフス、次はサード、フィフス、ルート、そしてフィフス、ルート、サード、それでは展開をしていきましょう。はい、このようになっていきます。パート1よりもやはり、少し覚えづらくなるかもしれないんですけれども、ピアノの場合はですね、フラット系のキーを多用しますので、黒鍵は苦手だなというちょっと先入観を捨てていただいて、どんどん、黒にチャレンジしていってください。このメジャーコードをしっかりとパート1とパート2の、この全種類のメジャーコードを把握しておけば、ここからマイナーに行ったり、メジャーセブンス、マイナーセブンスなど行くのは、結構簡単になりますので、まずこの基本中の基本のメジャーコード、これをぜひ覚えてください。それでは失礼します。